英語で9割を取る勉強法って聞いてて、ああやっぱりそこに来たなと。1月になっても勉強しないといけないっていう状態はあんまり理想的とは言えないわけですよね。なおちゃん、篠原です。今回は共通テストの英語で9割を取る勉強法ということで、共通テストの英語の勉強法を話していきたいと思います。勉強法、やるべき教材、まあどういうようなやり方でやっていけば点数が取れるのかということを話していきたいと思います。まずはですね、まあこちら、僕の生徒の、まあ、実際の実績なんですが、まあ見てもらったらわかる通り非常に高い点数を取ってくれてます。特にリーディングに関しては満点ということでね。まあ他の生徒もこんな感じでかなり高い点数取ってくれてます。まあ僕自身もね、昔の共通テストセンター試験でまあ9割取りましたが、まあそのための勉強法とか話していきます。まあ今後こういう感じで共通テスト関係のためになる情報をどんどん配信していきますので、今のうちに忘れずにチャンネル登録やっておいてください。篠原の単語テストのコーナー。今回の重要英単語はこちら。意味わかるかな？正解は動画の後半で。さあ、まずはですね、共通テストのリーディングからいきます。共通テストのリーディングで9割取りたい人はもう満点取りに行きましょう。で、これはどういうことかというと、あのリスニングが難しいんですよ。共通テストのリスニングってなかなか点数が取れない、しかも勉強しても伸び悩むというところで、リーディングはやれば絶対取れますが、リスニングがちょっとねというところで、もうリーディングで稼いじゃえというところですね。で、かつですね、まあこれある程度共通テストに慣れていればわかると思うんですが、もう共通テストで点数が取れないって時間足りないだけじゃないですか。まあ要するにその大問1から始めていって、まあ読めばわかると。まああれ試験時間って160分とかだと結構多分満点取れる人多いと思うんだけど、80分だからまあ点数が伸び悩むっていうところですよね。まあ単語もそんなに難しくないし、文法的な細かいやつもまあそんなに出るわけじゃないというところで、まあ苦労するとしたらもう時間だけだと。ただその時間がねっていうところで苦労すると思うんですが、まあ9割目指そうって人はもうすでに多分二次対策とか結構英語やってると思うんですよ。であるならば、もうあとはスピードだけつけて、もう知らん単語とかもそんなないでしょうから、もうバン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 解いていって、共通テスト形式のそのファクトオピニオンとか、まあそのプレゼント資料にこう単語を入れていくやつとかね、そういう共通形式のやつに慣れていって、もう満点を取る気で勉強していくというのがいいと思います。で、おそらくこの動画見てるほとんどの人は、もう共通テストで全体で9割取りたいとかね、そういう感じじゃないですか。で、その場合、やっぱり英語のリーディングって早く点数が上がるんですよ。大事なことは、早く英語のリーディング慣れて点数取って数学とか国語とか他の教科に時間を回すということが大事になりますので、まあ、ある程度形式に慣れていって、まあ、そこから80分の通しでどんどんやっていって、もう全問丁寧に読んでいって、でもそれでも早く読んで9割取って、まあできたら満点取ってめでたく試験が終わるという形が理想かなと思います。なんでこの勉強の戦略としても、やっぱり英語は特に英語のリーディングは1月になっても勉強しないといけないっていう状態はあんまり理想的とは言えないわけですよね。できたら12月のまあサンタさん来るまでぐらいに、ああもう大丈夫だなという状態には持っていきましょう。まああとね、その満点狙いましょうっていうふうに言いましたが、まあ結局満点取れないことも多いかなと思います。というのも、まあ実際こう読んでやっていくわけじゃないですか。で、読んでやっていく中で、まあその時は、ああもうこれで合ってるなと、ここに根拠あるからなと思ってやっていっても、やっぱり焦りなりなんなりがあって、結局満点にならないっていうのもよくあるかなと。でもそれでも97とかね、あったらまあ OK じゃないですか。なので、もう一問一問確実に回答根拠を持って解く。そして試験時間内全部読み終える。結果100点だったらラッキー。97点とかでもまあ気にしない。まあドンマイっていう感じでやるのが一番いいかなと思います。ただですね、問題はリスニングですよ。これがね、難しいです。で、共通テストのリスニングに関しては、まあ、はっきり言います。英検準1レベルの力がないと無理です。まあ、これ、リーディングは、おそらくこの動画見てる人、ほとんどもう国立二次対策なり、私立の対策をやってるんで、多分、まあまあの力があると思うんですよ。ところが、リスニング多分二次的な勉強をやってるって言ってあんまりないんじゃないかな。東大受ける人、一橋受ける人、あるいはまあ、英検準1持ってる人ぐらいだと思うんですよ。で、さもなくば、共通テスト対策だけのリスニングしかしてないよっていう状態であれば、8割が限界
開ですね。で、まあこれ共通テストのリスニングの、まあコツとしては、やっぱり設問の先読みということが大事になってきます。まあ問題の説明をしてくれてるときに、選択肢までちゃんと読むってことですね。選択肢までちゃんと読んで、ああ、こういう問題が来んねんなっていうことが分かってる状態じゃないと、まあはっきり言って厳しいかなと思います。逆に言うと、まあその辺がしっかり分かっていれば、一回しか読んでくれない英語であっても、まあ多分こういう感じで来るでしょうと思って聞いてて、ああ、やっぱりそこに来たなと。まあイメージで言うとキャッチャーですね。キャッチャーがリードするわけですよ。ここに投げてくれと。で、そこにピッチャーの球、まあつまりリスニングの声が飛んでくる。で、バシッと取る。あるいはちょっとずれたとしても、まあ誤差の範囲だったらカバーできるっていうような形にしていかないと、まあちゃんと聞き取ることができないかなと思います。まあ大事なこととしては、設問の先読み。これをちゃんとやるということ。聞きながら見るは日本語でもしんどいです。なので、聞くときは聞くに集中。見るときは見るに集中できるようにしていきましょう。で、これをもうちょっと発展させていくと、計算させる問題がありますよね。計算させる問題は、聞くときは聞く。計算するときは計算する。設問見るときは見るにしないといけません。聞きながら計算とかすると必ず間違います。なので、特に計算が必要な問題はちょっと覚悟してほしいですね。早めに設問読んどかないとなっていうことを分かった上で、その数字が出てきたらメモっておいて、パーッと計算してこれだなっていう感じにしておかないと、まあいけないかなと思います。あとは、まあ共通テストのリスニング、英検準1持ってれば、まあ大問4以降のね、まあ長めなところとかも結構対応できるんですが、そうじゃない人、準1持ってないっていう場合、あるいは二次対策のリスニングやってないっていう場合、多分ね、あの辺ができないと思うんですよ。結構勉強しても勉強しても、まあなかなかこう、力がつかないというか、まあ点数が安定しないというか、やっぱり聞き取れないところ多いなと。で、なんかこう、山間でやってるところ多いなって多分なると思います。なので、まあこの動画見てる高1高2生、英検準1取りましょう。英検準1を高3の初めに取っておけば、まあ楽に受験勉強進むんですが、まあそうじゃないとね、こういうところで困ったりとかします。で、この動画見てる浪人生、受験生、かつリスニングで8割からなかなか点数伸びない、まあ英検準1とか二次的なリスニングやってないっていう場合、まあ今からそういう結構長めなリスニング対策をするのかしないのかっていうのは一つ選択しないといけないところになりますね。例えば他の教科で点数が取れるんだったらそっち取った方がいいよねってなったりします。あるいは単純に覚えたら点が取れるっていう、まあ例えば理系だったらまだ地理の覚えが甘いとか、文系だったら理科基礎まだまだ伸びそうっていう場合、そっちから取った方がいいですよね。で、いろいろまあ自分の苦手潰してってやっていって、でやっぱりリスニングが最後の伸びしろだってなった時に、じゃあこの準1レベルのリスニングの勉強をやっていって、まあ長い文章がバーッときても読み取れるよ、聞き取れるよっていう状態にしていく、まあそんな感じになっていくかなと思います。まあだからこそ、今の段階で準1レベルあると、でも結構点数取れてる、もう長めのリスニング慣れてるって人は、もうそのまま、もう全部点を取る気で、もう9割目指して、粛々といろんな問題集やってもらったらいいんですが、そうじゃないよって場合は、得意な題目を作っていきましょう。おすすめするのが、一番最後の4人対話は捨てるというところですね。これ正直、準1持ってる人でも捨てていいと思います。はっきり言って、僕も聞き取れません。というか多分日本語でも無理です。見ず知らずの4人が対話してるのを、その会話だけ聞いて、誰がどういう意見かというか把握するっていうのは、まあ僕も無理ですね。なので例えば4人対話は捨てると、もうそうやって決めておいて他のところを取りに行くっていうのが賢い戦い方かなと思います。そうすれば自分の得意な大問に集中して勉強していく、対策していくことができますので、まあそっちの方が時短になるかなと思いますね。まあやっぱり全部やるのは大変だと思いますから、得意な大問を一個一個、まあここから頑張っていこうっていうところを決めて、そこにフォーカスしてやっていきましょう。まあおすすめの教材としては、やっぱりこうマーク式基礎問題集、まあこの辺が基本的な教材でいいかなと思いますし、この短期攻略ですね。短期攻略は通しでやる練習になります。つまりやっぱりこうリスニングの最後の方、集中力ちょっと切れてるなと、ちょっと疲れてるなっていうところで、それでも切らさずに問題を解いていくっていう練習ができますので、まあ短期攻略はそういう使い方がいいかなと思います。まああとはね、各種予想問題集いろいろあるので、まあそういうものをね、片っ端から終わらしていく。で、どんどん自分のものにしていく。で、やったからにはできるようにしないといけないので、音読して同じような表現が出てきた時は対応できるよっていう状態にしていく。まあ、これを愚直に続けていくというのがリスニングの勉強になります。篠原の単語テストのコーナー回答編。この単語前に正解はこちら、重要な単語だから覚えておこう。ということで、共通テストの英語で9割を取るための勉強法、おすすめの教材やコツですね、について紹介させていただきました。動画の冒頭でも言いましたが、僕のチャンネルはこんな感じで、共通テスト対策、受験生にとって得する、まあこれから合格する上で必要な情報を配信しています。忘れずにチャンネル登録やっておいてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。